パウブランドの石鹸。子育て中は特にお世話になりました。最近なんとなく固形石鹸を使いたくなり、久しぶりの購入です。余計なものを流さない感じが、乾燥肌の私にとってはかなりありがたくいい感じでした。体にも使え、顔にも使える。私は顔に使っていますが、荒れる心配もなく、むしろ私には合ってました。潤っていい感じです。昔から家に一つはあるイメージの石鹸です。なんとなく体専用の石鹸っていうイメージがありましたが、全然そんなことなかったです。洗顔後の肌はちょうどいいしっとり加減で、必要な油分はしっかり残してくれる感じでした。突っ張る感じもなく、むしろ潤い、こんなにいい商品ならもっと早く顔に使えばと思いました。セザンヌのパウダリーアイブロウ、立体的なふんわり眉を作れます。ソフトブラウンで黒髪の人に特に似合う。若干グレー寄りのカラーでチップで眉頭をふんわりさせ、ブラシで眉尻をシャープにしています。いろんなアイブロウを使ってきたけど、結局これに戻ってきてしまう。それくらい色味も粉質もいいです。付属のチップはちょっと使いにくいので、別に買ったものを使用しています。まあこの値段なら妥協レベル。どちらかというとブルベ向きで、黒髪にこそ合うアイブロウって感じです。パウダーだけどしっかりついて落ちないので、密着度は高いと思いました。自然な眉毛なので描いていないみたい。ルマイルドの化粧水、何を使っても肌荒れが改善されない、そんな時に出会って救ってくれたコスメです。特に季節の変わり目の肌の調子が異常なくらい悪いのですが、小さいサイズを買って大正解だったので、大きい方も購入しちゃいました。とにかくいろんな成分が入ってて、オールインワンといえばこれだろという感じ。ユースキン、旅行用持ち歩きコスメとしてこちらを使用していますが、使い勝手が良すぎて神です。どんな手荒れでも直してくれるんじゃないかってくらいの保湿声です。ビタミンも配合されているようなので、美白成分もあるらしい。まだそんなに効果は感じないかも。水仕事が増えてひどい手になったため、こちらを購入しました。今まで試したものの中で一番でした。手以外に粉が出まくったカッサカサのかかとに塗ってみましたが、量でつるりん、びっくり仰天。ユースキンは本当に最優秀賞をあげたいくらいの神コスメ。セザンヌの極細アイブロウマスカラ、コーム部分が細くて小さいので扱いのしやすさが異常です。大体の眉マスカラって地肌についてあーってなってたんですけど、こちらは地肌につくということがなかった。1日つけてもカピカピすることなく、ふんわりした眉毛をキープしてくれます。ブラシが小さく、毛に液を塗りやすいのでめっちゃ使いやすい。発色も高発色だし落ちにくく、色もしっかりついてくれます。眉毛を染めなくてもこちらを使えばいい感じに染めれると思います。安さに惹かれて購入しましたが、想像以上に使えたのでびっくりです。他の色も買いたくなるくらいの使いやすさ。これに手を出しちゃったら他のアイブロウは使えんってくらい良かったです。500円なのがありえない。チフレの洗顔フォーム、しっとりタイプ。これはだいぶ前から愛用している洗顔フォームです。泡がモコモコでしっかりしており、洗った時の肌への当たり方が最高です。摩擦がほんとない。薄い化粧でそんなに洗顔頑張らなくていい時に使ってる。優しい成分で余計なものは落とさない感じ、超好きです。少し固めのクリーム洗顔で弾力がありしっかりした泡ができます。しっかりめに洗いたい、洗ってる感触が欲しいって人には向いてると思います。どんな肌状態の時でも余計に肌が荒れないという最強の洗顔です。セザンヌのまつげ美容液 EX、 まぶたケアもできちゃうまつげ美容液ということで、目にダメージいかなそうでいい感じ。まあそもそもまつげ美容液はまつげに塗るものというより根元を集中的に塗るものだから、まぶたについちゃうんだけどね。もはやまぶたにも大丈夫な美容液じゃなかったらそれはそれで怖いわ。まつげ一本一本に腰が出てきて、少し長くもなったように感じます。今までどのまつげ美容液を使っても荒れてしまい、一生使えないんだろうなぁと思っていましたが、こちらは全然大丈夫でした。安くてコスパもいいので毎晩塗ってます。目元の印象は大事だと思うので、しっかりケア、成長させていきたいです。メディアのクリームファンデーション、これも本当に使える。某デパコスに激似と噂のコスメです。伸びがよく少量で顔に塗ることができ、
小さいので場所も取らず、ポーチの中でもかさばりにくい。カバー力もそこそこあるので毛穴が隠れるし、つけ心地もめっちゃいいです。これ塗った後にパウダーをトントンすると、私の綺麗ではないお肌でも綺麗になりました。秋冬用に購入しましたが、値段の割には使えてびっくりしました。塗った時に乾燥するわけでもないし、どんどん肌に馴染んでいく感じも超好きです。下地なしでこれ塗ってみたけど、かなり綺麗でびっくりしました。肌にツヤも出て程よくカバーをしてくれます。さすがカネボウのコスメって感じ。資生堂ベビーパウダー、これは昔からあるコスメですね。ほんのり控えめな甘い香りがして、肌を優しく包んでくれます。ベタつく肌が気になる人にも最適ですし、普通にパウダーとして使うのもありです。いろいろ使ってきたけど、このパウダーが一番荒れなかったし、化粧も崩れなかったな。特に夏にお世話になるコスメの一つですが、冬もバリバリ現役で使っています。使用感は本当に優しく、粉がボロボロすることもないので、持ち運び用としてもかなり扱いやすいです。どんなにベタベタする姿勢肌の人でも、こちらならカバーできるんじゃないかと思っています。マジョリカマジョルカのパウダーアイシャドウ、すんごいキラキラするので、ハイライトとしても使えます。とても細かいラメぎっしり詰まっていて、少しつけるだけでもツヤのあるキラキラした肌になります。単色のアイシャドウで発色もいいし、マットからラメまでいろんな種類、色展開があるから自分好みのものを選べる。こちらの綿菓子を使っていますが、ベースにもなるし、涙袋メイクとしても使えるので使い勝手がいいです。いい感じにキラキラしてくれるので、涙袋に塗るとぷっくらした感じになるし、アイシャドウとして使ってもかなり漏れた。他の色も買っちゃうくらいお気に入りで大好きです。セザンヌの透明な眉マスカラ、束感のあるまつげを作りたいときにはこれ一択かな。アホ毛まとめにも使ってたことはありますが、しっかりまつげ用にしました。ビューラーして塗って、ビューラーするって流れが一番いい感じのまつげになります。しっかり固まるのでカールをキープしてくれ、綺麗な地まつげができて超嬉しいです。下まつげ専用に使っています。あんまり下まつげにマスカラ塗るの嫌で、クリアということで購入してみました。ビューラーでしっかり型を整えた後、こちらを塗ってキープしています。下まつげが黒っぽくならないし、自然で垢抜けた目元になるので、かなりいい感じです。いろんな使い方あると思いますが、私は下まつげ一択。キレイ&コーのアイシャドウパレット、100均以外で安いアイシャドウがあると知らず、偶然見つけたので購入しました。パレットの色が多いので、その日の気分によって目元をいろいろ変化させることができます。粉質もいいので粉飛びもないし、濃くはっきり色をのせたいときは指で、ほんのり発色させたいときはブラシでやります。自然な感じで目元が可愛くなり、この値段なのでお財布に優しすぎました。一般主婦は自分の容姿に使うお金などないので、こういう安いコスメには本当に感謝しかないです。マットな粉、ラメ入りの粉と分かれているので、非常に使い分けがしやすいです。ラメに関しては大粒、小粒で使い分けられるので、さすがに万能すぎてびっくり。私はピンクベージュを使っていますが、肌なじみがよく大人っぽく可愛らしい目元になります。キャンメイクのアイシャドウベース、めっちゃ塗りやすいし、アイメイクが全然崩れなくなりました。塗りすぎると次に塗るアイシャドウの発色がすごいことになってしまうので、少しずつ狭い範囲で塗るのがコツです。アイシャドウベースを使うことでラメが1日落ちにくくなる、メイクの必須アイテムです。多めに塗るとよれて落ちやすくなるので、軽く薄く塗るのが大事です。滑らかで伸ばしやすいテクスチャーなので、簡単に薄く塗れます。アイシャドウした後、まぶた以外の場所にもラメが飛び散り困っていましたが、この下地を塗ってからアイシャドウをすると、全然粉飛びもしなかったです。まず、このクリームっぽいテクスチャーの塗り心地が良くてびっくり。私はこの下地の青色を使っていますが、肌のくすみが飛んでアイシャドウをきれいに発色してくれます。下地自体の発色が控えめなので、そんなに目立たないです。セザンヌと言ったらこれ、超細身アイブロウ、とにかく細くて毛を一本一本綺麗に再現できます。眉頭に毛があんまりなくてもこちらで再現できるし、眉尻に毛がなくてもこちらで再現できる。とにかく万能で繰り出し式で使いやすく、
結構長めに使えているのでポチも問題ないかも。これとパウダーアイブロウの相性が良すぎてめっちゃ綺麗な眉毛に仕上がるので重宝しています。もはやアイブロウ界の王者。ここまで細くて描きやすいペンシルなかなかないわ。ポキポキ折れるってわけでもないし、描くとちゃんと削れるから肌へのダメージも少ない。これに手を出してしまったら他のアイブロウ使えなくなるレベルだよ。ちなみに私は3本目です。足りないなぁと思うところに本物の毛を足してるレベルで自然です。かなり安いのに芯自体もしっかりしていて、細すぎて逆に使いにくいよということもないです。1000円取っても問題ないレベルなんだよな。キレイ&コーのグローパウダーチーク、パールの輝きとツヤ感がたっぷり感じられます。高発色で薄付きで、単色で使うと素肌に馴染み立体感が出て、混ぜて使うと自然でツヤが出ます。本当に薄めのアイメイクが好きって人にはアイシャドウとして使うのもいいかもです。ハイライトにも使えちゃうほどの輝きです。それでいて落ちやすいわけでも乾燥しやすいわけでもないです。がっつりメイクしたいって時にも普通に使えちゃうくらいの使用感です。セザンヌのジェルライナー、滑らかでスルスル引ける万能ライナーです。ジェルライナーはにじんでしまうイメージしかなかったですが、こちらはしみませんでした。メイクスキルがない私でも描きやすかったです。まつげとまつげの間を埋めるためにこちらを使用しています。色によって目力も変化するので自分に合った色味を選びましょう。普段筆タイプのライナーを使っていましたが、ジェルの方が安定して描けるのに粘膜へのダメージも少なかった。ピンクベージュは涙袋メイクとしても使用できるので、いろんな使い方がある点もいいですね。ピンクにすることでクマっぽさもなくなるので、涙袋にはピンク系一択です。滑らかだし落ちにくいし、本当に買ってよかったコスメです。超安いのに超優秀です。リボアイフル眉墨 A、 マジで若い頃から使ってます。芯は固めですがしっかりと描けます。最近は販売しているお店少なめなんですかね。あんまり見かけない気がします。色の種類が多いので自分の髪の色に合わせて使うことができますし、何より価格が安すぎる。これで眉毛の形を描いてパウダーで間を埋めるようにして使っています。ぼかした時の眉毛のナチュラル感がもう最高に大好きです。数十年前から愛用してるからもう10本以上は使ってるんかな。とにかく描きやすいです。盛りなしでこれ以外を使って眉毛を描こうと思えない。ずっとお世話になってる最強のコスメです。ワンコインで買えちゃう有能コスメを紹介しましたが、どうでしたか？安いのに使えるコスメがあったらぜひ教えてください。皆さんからのコメント毎日参考にしています。このチャンネルではガールズチャンネルの美容系トピをまとめてご紹介しています。チャンネル登録高評価してもらえると嬉しいです。また次回のまとめでお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。